おはようございます。佐藤花太郎です。よいしょ。今日は電気の通電検査があります。この通電検査が終わったらこの廃墟で電気が使えるようになります。朝9時から12時の間に来ると、言ってますので、そろそろ来ると思います。なのでちょっと電気屋さんが来るのを待ちましょう。電気の通電検査をしてくれる方が来てくれました。はい、まだ30分40分くらいの作業を終えて、作業が終わったっていう感じですね。かなり手際いい感じかなというふうに思ったりもしました。上から目線ですいませんが。そしてこの喜びですよ。もうめちゃくちゃ嬉しかったっすよね。よし。おお。動く。動くぞ。ただシーリングライト、これちょっと違うやつだよね。買わねえとな。こうくるってやるやつに変えないといけねえ。あらま。ライト買ってこようかな。どうしようかな。電気がつくようになって、かなり時間が経って夜になりました。夜になったということは電気が、どれだけ明るいかが、分かる時間帯です。今まではこのランタン、まあ、一応この明るさで約2000ルーメンあるんですけど、これでなんとか動画だったり生配信を乗り切ってきました。じゃあ、これではなくこの今後ろにあるね、このもともとついていた、照明というか、まあ、シーリングライトというか、これをつけたらどのくらい明るくなるのかつけてみましょう。じゃあ一旦消しますよ。はい、行きまーす。せーの、はいと。来ましたね。めっちゃくちゃ明るいです。じゃあ、全部にね、こういうシーリングライトがついてるわけではないんだけど、ついている箇所、ちょっとつけて回りましょうか。行ってみましょう。まずキッチンかな。ここのキッチンは残念ながらもう取り外されてました。なのでこっちのお風呂場のところがね、ちょっと電気つくんです。いきます。せーの。わかんないよね。まあこんな感じで電気がつくようになりました。で、まあ2階に上がるところですね。はい、どうかな。めちゃくちゃ雰囲気いいですね。いや、なんか古民家って感じがする。これだとなんか上がるのもちょっと怖くない感じがするな。2階に登ってみましょう。ちょっと三脚は持ってけないな。
よいしょ。こっちの部屋は俺がちょっとね、うん、取り外しちゃったからちょっとつけれないんだけど、電気は。でもここ繋がってるんだね。明かりが漏れてますね。あ、これ初めて知ったわ。これ後付けなんだね、この壁。変わってるね。そんで隣の部屋、よいしょ。はい、ここには電気がついています。さあ、どのくらい明るくなるでしょう。せーの。おー、明るい。すごいっすね。いや、ようやくですよ。なんかようやく家って感じ。ようやく家って感じだ。まあ、大体多分ね、この家の電気はこんなもんだと思う。あとトイレかな。うん。じゃあ最後にトイレの電気確かめてみよう。あるかな、トイレに電気。トイレですけど、電気をつけると、お、明る。こんな感じか。なんか、なんか考えようによってはいいね、雰囲気。考えようによっては雰囲気いいよ。やっぱ明るいと変わるね、雰囲気。いいね、この斜めのライトっていうのも。はい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 。ここも綺麗にして雰囲気良くしたいね。いや、だいぶ見方変わったぞ、古民家の。うん。じゃあまあそんな感じで電気がついたということなんで、ついてない部分にちょっと新たにライトを導入したいと思います。今回ですね、12畳用の LED シーリングライトを2つ買ってきました。で、まあとりあえず生配信をいつもしているこのテーブルの上に1個取り付けます。はい、ついた。いいじゃん。ついた。じゃあこのライトでどのくらい明るくなるのかやってみます。まず常夜灯、こんなもんだね。うん。で次がこれ。あ、違うか。これが一番暗い。次2段階、34、5、6、7、8、9、10、9段階かな。9か10段階。これが一番明るい。めっちゃ明るいね。よかった。取り付け成功です。で、同じようにこのキッチンにも同じライトをつけていきます。できました。いやー、明るい。素晴らしいですね。いやー、よかった。いや、ほんとよかった。いやー、家だよ、家。廃墟がちょっとだけ家に近づいた気がするわ。いやー、よかった、ほんとに。僕は岩手県の廃墟に住む男、佐藤花太郎。今日はようやく廃墟で電気が使えるようになった。そして新たにシーリングライトも2つ買って、かなり快適な明るい部屋に早変わりしました。これで動画も生放送もかなり見やすくなった。
夕方の DIY 作業も全然暗くて何も見えなくて何してるかわからないなんてこともなくなった。ようやく DIY ができる。いやーよかった。やったぜ僕ちゃん。花太郎の廃墟暮らし、これからどんどん面白くなっていきます。皆さんご視聴よろしくお願いします。